どうすればいい？センターパートで爽やか系、エロ系、大人っぽい系、エロ系で、エロ系で、エロ系なんですよ。5分エロ系、5分でエロ系。はい、あぶざらお願いします。エロ目ね。はい、いや、お前あ、お前子だからな。これでお前来たらやばい。椅子の後ろ、それもううまいわ、もううまいわ。あはははは、えやば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 すみません、よかった、俺のお金持ってて。俺持ってないっすって、ごめんなさい。大丈夫です、ミッキーがいるから。あ、確かに、ありがとう、いつも。いや、次はあれだね、あのミッキーに椅子を買うで。ありがとう。ミッキー椅子を買う、どうしたんだよ。それサザエさんで買えるバレたらめっちゃ意識高い椅子にして、髪の毛意識高い椅子に。意識高い椅子に、悩み悩み、ありそうな悩み。タイさん、今までのお客さんで誰が一番かっこよかった？一番かっこよかった人僕ですか？いや、違うんかーい。でも気になるかも。確かに一番イケメン、顔っていうか、まあ、なんかそうです、一番かっこいい人。あ、そうです。濱家さん。へぇー、濱家さんかっこいいか。え、濱家さんですね。そう、川見よしゃべかな。濱家さんのかっこいいところは、始球式やってめっちゃ練習してバンバン。え、野球やったことないんですかって言ったら、高校時代のピッチャーです。この人、こんなミスするんだ。はい、レトロなマッツを打った。バリカタ、バリイケ、バンダリ。風の糸はあなた、この糸は私、会う